はい、こんにちは、116インズです。バーランダートミー・ジョン手術になってしまいましたね。3日ほど前に自身のインスタグラムで発表しまして、バーランダーといえばタフさの象徴とも言えるようなピッチャーですし、毎年のように200イニング投げるピッチャーがまさかのトミー・ジョン手術ということで、この発表は球界中を驚かせましたね。昨年サイヤング賞に輝いて、順当にいけば今年もサイヤング賞争いに加わってくるだろうと誰もが考えていましたし、開幕戦マリナーズ戦だったんですが、この試合6回2失点ソロホームラン2本打たれただけで、今年もバーランダーはバーランダーだなと思っていたら、開幕戦の後に怪我が判明しまして、もしかしたら今シーズン投げられないかもしれないという話も出ていたんですけれども、ただその後のリハビリ自体は順調でして、レギュラーシーズン終盤に復帰できるかもしれないというところまで行ってましたし、それこそ今行われているマリナーズとの3連戦にもしかしたら復帰するかもという話もあったぐらいでしたが、結果はまさかのトミー・ジョン手術ということで、このニュースは本当に残念でなりませんね。アストロズはこのまま行けばプレーオフに進出できるかと思われますが、ただバーランダーを欠いた状態でプレーオフを勝ち進むのはなかなか難しいと思われますし、またバーランダーもこのタイミングでのトミー・ジョン手術となりますと、一般的にピッチャーのリハビリは最低でも12ヶ月はかかりますので、もしかしたら来シーズンも投げられない可能性すらあるような状況ですね。そんなバーランダーに関してアストロズはこれから大きな決断を迫られることになるでしょうね。バーランダーは19年の開幕前にアストロズと2年総額6600万ドルの契約を結んだため、2021年までアストロズに在籍することとなるんですが、ただ今回のトミー・ジョン手術でおそらく来季投げることは難しいでしょう。リハビリが順調にいけば2022年の開幕から投げられるとは思いますが、この時バーランダーは39歳、2度のサイヤング賞そして MVP にも輝いたことのあるバーランダーですが、39歳で故障明けのピッチャーを果たしてアストロズが残すのかどうか、ここは非常に難しい判断を迫られると思いますし、もしかしたらバーランダーはアストロズでの最終登板を終えた可能性すらあるかもしれませんね。そしてこのバーランダーに限らず、これからアストロズは特に今年のオフと来年のオフに主力選手が一斉にフリーエージェントとなりますので、バーランダーと同じように誰を残すのか、そして誰を手放すのかという判断を迫られることになるんですね。まず今すぐにでも考えないといけないのが今年のオフでして、こちらの3選手ジョージ・スプリンガー、マイケル・ブラントリー、そしてジョシュ・レディックがフリーエージェントとなる予定なんですね。レディックに関しては今季が4年契約の最終年、加入した年2017年チームがワールドチャンピオンに輝いた年は非常に活躍しましたが、そこから3年間は、4年契約にふさわしい活躍をしたかと言われると、少々微妙なところがあるような選手ではありますので、おそらく再契約の線はかなり薄いかなと考えています。続いてブラントリーなんですが、ブラントリーは2年契約の最終年、アストロズに加入してから2年連続でオールスター級の活躍を見せていますし、おそらく FA 市場に出ればなかなかの契約をもらえるんじゃないのかなと思っています。この活躍からもチームとしてはできれば残したいとは思っているでしょうし、また外野手3人が一斉に FA となることを考えればなおのことを残したいと思っているはずなんですが、ただアストロズ来年はおそらく予算的にかなり厳しいところがあるかと思いますし、他の球団がブラントリーに対して提示する額にマッチできるかはなかなか厳しい状況かもしれませんね。そして最後がスプリンガー。アストロズの再建当時からチームに在籍し、17年のワールドチャンピオンに輝いたチーム、そしてサイン盗みを行ったとされるチームの中心選手でもあるこのスプリンガー。アストロズはスプリンガーとの長期契約をずっと望んでいまして、この春にも長期契約を結びたい意向を示していましたが、結局今日に至るまでその契約を結べずにいます。すでに31歳という年齢と怪我が非常に多いというところがネックな選手ではありますが、リードオフタイプながら30本打てるパワーを持っていますし、身体能力も非常に高い選手ではありますので、おそらく先ほどのブラントリー同様 FA 市場では人気の出る選手なのかなと思っています。サイン盗みが少々彼の評価に影響を与える可能性はあるんですけれども、おそらくそれなりの契約は FA 市場で得られる力は持っているかと思っています。チームがずっと長期契約を望んでいる状況を考えれば、アストロズとしては残したいと考えているとは思いますが、ただこのタイミングまで長期契約を結べずにいることを考えますと、スプリンガーのアストロズ残留は可能性としてはやや低いのかなと感じてしまいますね。続いて2021年のオフ、来年のオフですが、こちらの4選手がフリーエージェントとなる予定です。
先ほど紹介したバーランダー、そしてカルロス・コレア、ザック・グレインキー、ランス・マッカラーズ・ジュニア、そしてここに載せるのを忘れてしまいましたが、クローザーのロベルト・オスーナも FA となる予定です。特に難しいのはコレアでしょうね。ちょうど今月26歳になったばかりとまだ非常に若く、先ほどのスプリンガー同様怪我が多い点と、21年のオフの FA はリンドア、バイエズ、ストーリー、シーガーなどショートに目玉の選手が多いんですが、その中でもコレアのバッティングは FA 市場で高い評価を受けることができるでしょうし、これまでアストロズとの契約延長にも応じてこなかったことから、スプリンガー同様こちらもアストロズを去る可能性が現状非常に高い選手なのかなと思っています。チームとしては引き続き契約延長を狙いながら、それが叶わないとなれば来年のトレードデッドラインまでにできればコレアの後釜となるショートを狙いに行くのが現実的かもしれませんね。続いてバーランダー、グレインキー、そしてマッカラーズジュニアの先発投手3人ですが、まずバーランダーとグレインキーに関しては年齢がかなりネックとなってきそうなので、まあ残さないんじゃないのかなというところが個人的な考えですね。アストロズとしては一番残したいのはおそらくマッカラーズジュニアだと思うんですが、昨年トミージョン手術を受けたとはいえまだ年齢も若く、先発投手として非常に実力のある選手でもありますので、 FA 市場に出るとなれば争奪戦になる可能性が高いのかなと思っています。今シーズン復帰してからの数試合はまだまだ本調子ではないのかなという印象を受けるようなピッチングでしたが、ただここ2試合ぐらいのピッチングはかつてのマッカラーズジュニアらしいピッチングが見られていますし、おそらくこのまま順当にいけば来シーズン1年間彼らしいピッチングが見ることができると思いますので、そうなると FA 選手としての評価も上がってくると思いますし、アストロズとしてはできればそれまでにマッカラーズジュニアとの長期契約をまとめたいところですね。いずれにしても今年のオフに続いて来年のオフについても主力選手の FA に関して様々考える必要がありそうですね。なのでぜひ今年のオフ、そして来年のトレードデッドラインはアストロズがどう動いてくるか注目していただきたいですね。今年のオフはまず外野手3人についてアストロズがどのような決断をするのか、そしてそれに対して選手たちがどのように反応するのかといったポイントが注目となると思いますし、また来年のオフ FA となる4選手についてももしかしたら FA となる前にトレードという選択肢もあるんじゃないのかなと思っています。アストロズは予算的にも厳しい状況の中でバーランダーが今回怪我してしまいましたし、今年のオフも戦力の上積みという部分はあまり望めない状況なのかなと考えています。とすれば早ければ今オフ、あるいは来シーズンのトレードデッドラインにアストロズが売り手に回る可能性というのも全くありえない話ではないと個人的には思いますし、その時にアストロズがどのような見返りを得るのかというところも今後のチームの命運を左右するかもしれませんね。これから2年間主力選手が一斉に入れ替わるという状況の中でアストロズの決断の一つ一つがこのチームが将来的にどういったチームになっていくのかを決めていくことになりそうですね。サイン盗み問題のせいでアストロズの強さにはケチがついてしまいましたが、これからどのようにして再び強いチームを作り上げるのか注目してみたいですね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。